皆さんこんばんは、松かなチャンネルの松本かな子です。今日も一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日はね、もうすぐね、もう1月も末でもうすぐ節分でございます。もうね、コンビニ行ったりね、スーパー行っても豆いろんなとこで豆が売ってますけれども、今年もね、節分で鬼を退治して福を家に入れましょう。今日はそんな曲を歌いたいと思います。鬼のパンツというね、曲があるんですけど、この曲ね、子供たちに人気なんですよね。うちのね、あかりちゃんとかえみりちゃんもね、よく歌っていた。それでは聴いてください、鬼のパンツ。鬼のパンツはいいパンツ、強いぞ強いぞ、虎の毛皮でできている、強いぞ強いぞ、五年履いても破れない、強いぞ強いぞ、十年履いても破れない、強いぞ強いぞ、はこうはこう鬼のパンツ、はこうはこう鬼のパンツ、あなたも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 、みんなではこう鬼のパンツ、みんなではこう鬼のパンツ。ありがとうございます。いや、これ虎の毛皮でできているってこれキチクチクしそうですよね。いやー、5年履いても10年履いてもね、うちの旦那様は30年着ているシャツがあるって自慢していましたけれども、なかなかね、パンツをそんなにね長く履くってこともないと思うんですけれども、皆さんもね、節分が明けたらもうすぐ春、頑張っていきましょう。それではまた明日、元気に会いましょう。